オクテットチャンネル。どうも、オクテットチャンネルの安藤です。このチャンネルは大人の男性に向けたおすすめのアイテム、ブランド、着こなしなんかを紹介するチャンネルとなっております。新しいデニムのブランドが入りました。はい、ということで今回はですね、アントレアミが、入ってきましたということで、今日はですね、まあ、アントレアミを履いたことない方であったりとか、もうすごくデザイン的にも履いたシルエット、まあ、見た目の印象もすごく大人っぽいデニムが欲しいなと、でユニクロちょっと卒業したいなみたいな感じで思ってる方は、ぜひぜひね、このアントレアミすごくおすすめなので見ていただけたら嬉しいなと思っております。アントレアミっていうブランド自体はですね、まあ、イタリアのブランドで2010年に立ち上がったブランドなので、かなり新しいブランドの中には入るんじゃないかなと思います。ただ最近ではフィッティとかね、結構人気がありまして、イタリアの方でももちろん人気もあって、日本の方でもね、一定数好きな方は好きなんじゃないかなと思います。もともと母体が生地メーカーさんで、それを生かしてね、すごく、ストレッチ素材のファブリックを作ったりだとか、まあ、独自の生地を作ってっていうのを、デニム作りに生かしているようなブランドなので、かなり履き心地がいいです。はい、まあ、これはね、履いていただかないとちょっと分かんないかなと思うんですけど、まあ、試してもらえればすぐ分かるような履き心地の良さがあります。ということで、まあ、うちに入ってきているモデルは、ガガっていうね、もう結構昔の、あのお偉いさんとかがくるぶし丈より短いようなパンツを履いてて、なんかそこからインスピレーションを受けたみたいで、これもね、かなり短めの丈になってます。まあ、短いって言っても僕は足短いので普通に長いんですけど、一般の男性からしたら短めの丈、クロップド丈になってます。はい、なんで、まあ、特に今春夏のシーズンなので、すごく春夏っぽさが出て、まあ、そこもすごくいいのかなとも思うんですけど、その分すごい綺麗なんですよね。クッションダボダボダボっと溜まってしまわないので、イタリアのパンツ基本長くて直しが必要になったりとか、ちょっとね、そのまま履くにもちょっと長かったりっていうのがあると思うので、かなりスッキリ履けるんじゃないかなと思います。で、まあ、そのガガっていうね、定番のモデルが入ってきてまして、その色もね、3つですね。一応こちらの真っ白のもの、はい、もう本当にデザインはシンプルで、ステッチも同じ白色で統一されていて、パッチの方がライトブラウンのパッチになっています。なのでそこがちょっとしたアクセントにもなってるのかなと思いますが、まあ、履いてる自分の自己満ですよね、見えないので、まあ、それがすごくいいのかなと思います。金具全部ゴールドになってまして、すごく高級感のある、ディスクの白パンとかもこうなってるんですけど、やっぱこのディテールがね、やっぱり全体のイメージを作ってるのかなとは思います。で、まあ、やっぱりアントラミの特徴上、すごくラインが綺麗で色っぽいシルエットなので、そのあたりは白パンにするとよりなんかイタリア人らしいというか、すごく、清潔感もあるんだけど色気のあるような独特な雰囲気が出るんじゃないかなと思います。で、あとはですね、まあ、結構ウォッシュとダメージがかかってるこの色ですね、なんて言ってんのかな、デニムブルー、そのまんまやないかい。はい、こちらもですね、金具はゴールドで、パッチはライトブラウンっていう、まあ同じなんですけど、この違いはですね、まあ色と、あとはステッチがね、ちょっとアクセントがあるような感じになってます。オレンジブラウンと言いますかね、ちょっとブラウンの中でもオレンジ色が強いようなブラウンのステッチになってまして、まあ、そこがデニムとの色合いの相性が良くて、そしてこっちはまあダメージがね、結構加えられている加工になっています。で、色合いもちょっとなんていうんですかね、ヴィンテージっぽい感じの風合いがあるので、そこもまたなんか履きこなしてる感、こなれ感っていうやつですね、いわゆるがすごくあって、濃いなと思います。で、膝のあたり太もものあたりは結構ウォッシュがかかってるような色合いで、
で、裾はまあそんなにっていうところですね。で、最後やっぱり裾の加工もですね、きちんとしてやるので、まあ、このあたりはもし長さ変える方なんかはね、クラッシュの部分を残してね、直してあげるといいんじゃないかなと思います。そして、最後は、こちらですね、僕のお気に入りのライトブルーですね。ライトブルーも、先ほどのステッチと同様の色なんですけど、これが一番僕は馴染みがいいなと思います。なんか爽やかな色合いにちょっとしたアクセントになりつつも、まあやっぱり馴染むので、すごくステッチの風合いもいい感じじゃないかなと思います。で、やっぱり春夏なので、すごく爽やかな印象を与えるにはこういったねライトブルーの色ってすごくいいなと思いますし、あとはやっぱりね色合わせが何でもしやすいのかなと思います。癖がいい意味でね強くないので使いやすいのかなと思います。まあこういった3つの色入ってきてるんですけど、気になるシルエットなんですが、今僕が着用しているこのサイズは28というサイズで、股上がですね結構浅いです、はい、履いた感じで腰の骨の下、腰の骨ちょうどぐらい、そのあたりなんですけど、結構ローライズなモデルで、股下はやっぱり普通のイタリアのデニムに比べるとかなり短めにはなってるのかなと思います。ですがまあ見てもらえれば分かる通りね、ノークッション、まあギリギリ靴当たっちゃうかなぐらいにはなるので、気持ち本来の履き方からしたら長いのかもしれないんですけど、まあでもかなりこれでも短い方なのかなと思います。でシルエットもすごく美脚効果のあるようなラインがめちゃくちゃ綺麗なんですよ。なんですごいねこれ履いてるだけでスタイルいいのかなって見えるかなと思います、見え感的には。で、ストレッチですね、まあかなり柔らかいので履き心地めちゃくちゃいいですね。コットンとポリウレタンかな、多分ポリウレタン 1% しかないわ、すごいね。音数が浅い、そうでも音数の記載がないんだよね。まあでもちょっとはミドルぐらいかな、春夏向けなんですけど、そんなに薄すぎず厚すぎず、まあこのぐらいだったら本当に通年通してずっとオールシーズンで使えるんじゃないかなっていうような生地感になってます。で、ストレッチめちゃくちゃ効きますと、はい、なんでまあ普通にしゃがんだりとか座ったりとか全然楽勝でできちゃうかなと思います。まあ一応デザイン的にはねかなり大人っぽいデザイン、もう本当にスラックスを意識したかのようなボタンフライだったりとか、あとはポケットの周りもねかなり綺麗なディテールを意識して作られているので、合わせるのはジャケットだったりとかシャツとか、もう本当にシンプルな T シャツとかだけでもかなり綺麗な印象に、大人っぽい印象になるんじゃないかなと思います。今回はですね、新しく取り扱い始めさせてもらったアントリアミっていうデニムのブランドを紹介させてもらいました、はい、ガカっていうね定番のモデルなんですけど、かなり履き心地も良くて、大人っぽくて綺麗で色気のある印象なので、すごくねおすすめしたいなと思っているので、ぜひ気になった方は試してみてほしいなと思います。ということで、この動画は毎日8時に更新しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。このあたりかな。そしてインスタグラムも更新させてもらっているので、ぜひねそちらもチェックしていただけたら嬉しいです。というわけでまた次回、バイバイ。